上空だよ。今回は強制で強くなった竜のターゲットコンボの動画だよ。先日の強制でターゲットコンボが強化されたんだけど、これどうやって使うのって思ってるプレイヤーさんが多いと思うよ。今回の動画では新庄くんが強化されたターゲットコンボの使い方を解説するよ。それじゃあ早速やってくよ。まず竜のターゲットコンボは2種類あるんだけど、1つ目はスト5の初期からあるこのターゲットコンボ、そして2つ目は2021年の調整で追加された新しいターゲットコンボ。以降は新ターゲットコンボって呼ぶね。先日の調整ではこの新ターゲットコンボに強化が入ったよう、ターゲットコンボの2段目がキャンセル可能になったんだよね。ね。初期のターゲットコンボはしゃがみ状態の相手にフルヒットしないんだけど、新ターゲットコンボはしゃがみ状態でもフルヒットするから、強制スタッフさんはこっちを使ってねって理由で2021年の強制で新ターゲットコンボを追加したと思うんだけど、実戦だと相手の立ちしゃがみの確認が難しいし、この中盤コンボの方がお手軽だし置き攻めできるから、みんなこのコンボを使ってたと思うんだよね。そういう事情もあってこの新ターゲットコンボは入機会の間では、あんまり使われなかったんだよ。だから先日の調整ではあまり使われないこの新ターゲットコンボに、強化が入ったんだと思うよ。じゃあここからは新ターゲットコンボの2段目がキャンセル可能になるとどんないいことがあるか解説していくよ。まず新ターゲットコンボはコンボに組み込むことでコンボダメージがちょっとだけ伸びるよ。竜は立ち中パンチしゃがみ大パンチの連携をよく使うと思うんだけど、このしゃがみ大パンチが届かない場合は立ち中パンチしゃがみ中パンチで代用してると思うんだよね。プレイヤーさんによっては立ち中パンチ中足でやってる人もいるかも。でもそういう時にこの新ターゲットコンボを使うと、中パンコンボよりもちょっとだけコンボダメージが高いよ。例えば置き攻め重視でノーゲージコンボをする場合、コンボ選択は相手との距離が近かったら、立ち中パンしゃがみ大パン中竜巻ってコンボをすると思うんだけど、このコンボだとダメージが213でスタンチが355だよ。次に中パンコンボだと、立ち中パンしゃがみ中パン中竜巻、このコンボだとダメージが186でスタンチが310だよ。でもこの中盤コンボの代わりに新ターゲットコンボを使うと、新ターゲットコンボ、中竜巻、ダメージ195でスタンチが310だよ。新ターゲットコンボを使ったコンボの方が中盤のコンボより、ちょっとだけダメージが高いよ。3つのコンボのダメージとスタンチをまとめるとこんな感じ。新ターゲットコンボを使ったコンボの方が中パンコンボよりちょっとだけダメージが高いんだよ。だからコンボに新ターゲットコンボを導入するといいよ。ちなみに大ボスがヒットした時も相手との距離が近い場合は、立ち大パンチから繋げるよりも新ターゲットコンボの方がダメージが高いよ。あと新ターゲットコンボは覚醒で使う時にも使えるよ。例えばバルログのこの技をガードしたら、バルログ側がマイナス6フレームだから確定が取れるんだけど、ヒットバックの関係で距離が離れるから、立ち中パンしゃがみ大パンのダメージの高いコンボができないよ。だから中パン指導のコンボをやってたと思うんだけど、ここで新ターゲットコンボが使えるよ。新ターゲットコンボを使った方が中パンコンボよりダメージが高いから、おすすめだよ。
キャニーのアクセルスピンナックルを侵犯した時も新ターゲットコンボが栄養。さっきのバルログの時と同じでヒットバックの関係で、立ち中パンからしゃがみ大パンまで繋がらないから、ここも新ターゲットコンボが使えるよ。他にも実戦だと確定で使える場面がいろいろあると思うよ。さて今回は先日の調整で強化されたターゲットコンボについて解説してみたよ。新ターゲットコンボはちゃんと使えるとコンボダメージがアップするけど、まだみんな手に馴染んでないと思うから、どれもで練習してみてね。ね。今回の動画はここまでだよ。新庄くんの YouTube チャンネルでは、スト5の動画をいろいろアップしてるから、よかったら、チャンネル登録してね。ね。それじゃあ新庄くんでした。